チャンチャランチャラチャラン、はいはい、ララです。ギギタのユッティです。はい、今回はですね、はい、一応僕たちホストをやらせてもらってるんですけども、まあ、ホストって神命じゃないですか。まあそうですね。まあ今めっちゃブサイクですよ。あなたが思ってることは分かります。ブサイクなんですけど、これでもう髪をセットしたら、まあ言ったら雰囲気イケメン、いわゆるまあホストやっぱ変わるんですよ。髪型で変わりますからね。そうですそうです。声しない声ないでしょ、分かりますよ皆さん。確かに肌も黒いからね。でも、はい、髪セットしたら見え出すんでね。はいはい、今まだセットしてないんですけど、ランランさん、まあ、元美容師で自分の方がセット師よりもセットうまいからっていうので、まあ、自分でセットしてはるんですよ。見た通りうまいじゃないですか、めちゃくちゃ。だからもう今回はまだ存在感が現れてない僕の一番光らせてほしいなと思って、ランランさんに。あ、いいんですか。ランランさんにセットしていただきたいと思います。はい。ホストやってない方でも髪セットとか多分されるとは思うんですけど、ホストの人がどういう感じでこういう髪型を作ってるんかとかは詳しく知らないと思うんで、それを皆さんに知っていただけたらと思います。はい。それではね、元美容師さんによる髪セット講座まで3、2、1、メソレ。今日どんな髪型にしようか、かっこよく降りたいし、たくさんのお客さんも来てくれるし。いらっしゃいませ。いいですか。あ、それでお願いしますね。今日はどういう感じにされます。クエですか。はい。めっちゃ好きな人とかおって。はいはいはい。イケメンですね。めっちゃ好きなんですよこの人。はいはい、はい、でもこの人をイメージしたちょっと髪型、はい、作っていただきたいんですけど。なるほど。顔から違うんですけど大丈夫ですか。まあまずね、はい、色黒いんでちょっとファンデーションから、まあ丸々1個ぐらいちょっとね、ファンデーションを使い切りましょうか。いや、やめて、やめてほしいです。髪だけで。髪だけで大丈夫ですか。まあこれにね、水がヘアセットさせていただくんで、はい、あ、お願いします、はい、お願いします。まずね、ちょっとアイロンを温めていきますね、はい。今日はちょっと190度いかしてもらおうかな。一発でね、いった方が髪の毛痛み少なくなるんで、高温でいった方が。皆さんやったらね、低温で何回もやってるのと変わんないで。なんで好きなんですか、さっきの写真の色は。たまらないんですよ、すっげー。あの人に出会ってから僕はド M になりましたね。そうですね、やっぱこうあんま分かんない人ってこう一気にいっちゃうと思うんで、一束一束を薄くというか取っていきますね。だいたい綿棒ぐらいですかね、サイズで言ったら。太いな思ったらこうやって割ってもらったらね、だいたいできるんで。女のお客さんの方が本当は嬉しいですね、僕は。やっぱなんかムラムラしますね。はい、OK。 よし。それではね、ここから魔法のワックス使っていこうと思います。これはね、美容室のワックスなんですけども、ドンキとかでも買えるんでね、使ってください。いくらぐらいなんですか。1500円ぐらい。箱型が多い中で、まあ、それあんまり見ないですけど、うん、やっぱツヤも出るし固め出るしちょうどいいんじゃないですかね。だんだん見えてきてますやっぱ。若干やな、もう入ってきてるなだんだん。あ、ありがとうございます。ずっとやっててあれやねんけど、女の子の方がいいよ。美容師の時はやっぱそのシャンプー通れるやん、椅子が。ちょうど俺のおちんちんらへんに顔くるから。ああ忘れられへんね、やっぱり。ワックスでやるときに普通でこうやってやんねんけど、これ俺のやり方やから。辻系やったの、これ普通にみんな多分セットしちゃって、これスプレーするの、ここ。僕はそこあえてワックスでいって後でスプレーやりますね。そっちの方がキープ力が持つんで。形はね、とりあえずひし形っていう、何回も聞いたことあると思うんです。あれはもう間違いないんでね。まあそれではね、ワックスでね、これぐらい形できたんでね、スプレーでね固めていこうかなと思います。まあ、スプレーやるときはセット師の人のつけ方ずっと見てて、みんなこうやって振るじゃないですか、上から。上からって意味ないですよ、これは。浮かしたい部分とかは真ん中だけこうピュッてバンプッシュやって、で毛先にこうやって、これを全部この一束一束にやるだけでできるんでね。どう？いや、もうめっちゃいいな、ほんまに。大げさじゃなくて、うん、本当にテッドシさんにやってもらうよりもいいぐらいですよね。いや、やってよかった、俺も、ほんまに。でも、あれじゃあ、まずもうね、もうええか。え？次、俺の次元やって。